神奈川県立七里ヶ浜高等学校は、神奈川県鎌倉市七里ヶ浜東に所在する公立の高等学校。愛称は、七高昇南鎌倉の観光地でもある七里ヶ浜の目の前にあり、非常に全国でも稀な海岸線に近い高校である。敷地内からは、相模湾、江ノ島、遠く、富士山も一望でき、開放的な景観を持つ。山を切り開いて造成された。 住宅地外に位置し、校舎全体が傾斜地にあるため、海に面した南棟の3階と北棟の1階が、渡り、廊下で結ばれている。運動部の練習が、七里ヶ浜の海岸で行われることもある。校訓は、自学自習、自主自立。体育祭、文化祭、七校祭、合唱祭等の、各行事は、生徒主体で進められ、生徒の自主制。 自立心の育成が重視される校風である。韓国、台湾、アメリカ等の海外交流活動も盛んで、長年、韓国水原外国語高等学校との姉妹高校交流や、2年次では海外修学旅行が組まれており、視野を広げる取り組みがなされている。コロナ禍の影響でここ2年ほど実施できていない。健全な精神と体を育成する。集団生活を通して、 社会性を養う。個性と豊かな上層の育成に努める。ラグビー部、陸上競技部、バトミントン部、ダンス部、サッカー部、野球部、男女バレーボール部、男女ハンドボール部、男女バスケットボール部、男女テニス部、弓道部、水泳部系音楽部、吹奏楽部、美術工芸部、作動部、ボランティア部、漫画研究部、生き物生態部が主張公開。 写真同好会、チアダンス同好会、ありがとうございます。